疲れ様でした。最後はまさかの展開になってしまいましたけども。まさかのまさかだな本当に、これが山野球だね、あのラズナーはじめちょっとリリーフ陣の状態というのが心配な点もあると思うんですけども、ここのところちょっとリリーフ陣がね踏ん張りきれないところがあるね、あの今日は田中がもう投げ切るというようなイメージもお持ちだったんじゃないかと思うんですけども、自己ワーストタイになってしまったんですけど13安打ということで、ちょっとここに試合本来の田中とはもう全然違うね、なんか今日テクニックでかわそうとかそういう感じだったね、あの打つ方としては打ってほしかった聖澤そして岩村にいい形でヒットも出たということなんですけど、先に5点取ってくれたからね、そういう意味ではあのままですんなりいってほしかったんだけども、あんだけ打たしたら気分良くなるわねヤクルトも、そんなところでね、ありがとうございました。